宮本武蔵は日本の伝説的な侍です。彼の世界的に有名な著書五輪の書によると、彼は生涯で60以上の戦いで無敗でした。時は2023年、今の時代、誰でもなりたい自分になれる時代です。しかしそれでも現代科学ですらできないことが一つあります。それは過去に戻るということ。もしあなたが歴史上の英雄に転生したらどうしますか？今すぐいじめっ子たちを潰しちゃうかもしれない。あるいは今すぐブラック企業で働くのをやめるかもしれません。この出来事が起きるまで、それは夢物語だと思っていました。はい、こんにちは皆さん。歴史冒険家のタリアノ・ジョーンズです。今日の授業は宮本武蔵についてです。侍の中で最も有名な人物の一人なんですけれども、戦いのスタイルっていうのはですね、時には卑怯というふうに言われました。僕の何を知っている？ん？何が起こった？おー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 。第1話、若き侍の誕生。時は戦国時代、激動の時代です。武蔵、起きろ。あ、はい、これ私の声？おー、やったぞ。伝説の侍になってる。明らかに宮本武蔵になってるじゃん。いや、何をぼーっとしている。お前の稽古をつけてやるからしっかりするのだ。多分これお父さん。武蔵の父新面無には厳格でありながら武蔵には温かな愛情を注いでいた。この厳しい争いの世の中で立ち行くには自らの剣を極めるほかはない。剣こそがそなたの将来を開くのだ。いずれその言葉がわかる時が来よう。はい、父上、精進いたします。月日が流れ、武蔵の剣技が次第に冴え渡り、将来の剣豪を予感させるのである。月あり。うん、何しておる。月があったので打っただけです。では試合に勝っても武士にはなれないぞ。お前が武士になれたければ正しく勝たなければならない。勝つことが何よりも大事だと思います。なのでその点ではお父上に従いません。後に武蔵はどんな手段を使ってでも試合に勝つことを好んだため、卑怯者と呼ばれました。武士というよりも兵法家としての性格が強かったと言われています。今何時？今日はここまでにしよう。私からそなたに教えることはもう何もない。これからは世界を見て回り、己の道を極める。世界には私を超えるはるかに剣の道に通じたものがおる。 This bond between us can be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heartFrom this day on, now and forevermore. これまで大変お世話になりました。腕痛い。1日2000回の素振りは多すぎよ。武蔵は未知の冒険に旅立った。その後、五輪の書によれば、武蔵は13歳で鹿島新刀流の有馬騎兵から人生初の勝利を収めた。え？今私何歳？タリアーノではなく武蔵はどうなるのか。第2話、剣豪への道。故郷を旅立った武蔵でしたが、13歳の初陣を勝利で飾ると、その噂は瞬く間に広がります。17歳の時には徳川家康率いる東軍側として関ヶ原の戦いに参加したと言われるんですけれども、真偽のほどは明らかではありません。21歳になり都に出た武蔵を待ち受けていたのは荒くれ者たちとの戦いでした。武蔵、もう一度相手を吸い。よかろぼ。またかよ。さっきも負けたのに何回人んでくんのか。やられた。え、もう終わり。俺はもっと強くなりたい。強い相手はいないのか。バリオヤングマンハルマン Shouting the street gonna take on the world someday. You get a proud on your face. You're a big disgraceWaving your old banner over the place. I will rock youI will rock you! その頃、京都で有名な剣術使いの名門一族がいました。吉岡家です。代々足利将軍家に剣術を教える師範の一族で、扶桑第一兵術者という称号を持っていました。足利義昭が将軍だった時に武蔵の父、新面無二が呼ばれ、3回戦の試合が行われます。吉岡が一度、新面が2度勝利します。それ以降、父新面無二は日華無双兵法術者の称号を受けます。その因縁があり、武蔵は吉岡家の当主清十郎と戦うことになるのです。かかってこい。参る。さすが無二の息子である。弟子に連れられて帰った清十郎はその後兵法をやめ、
出家することになります。人生変えてるやん武蔵やるね。その後清十郎の弟であった与千代伝七郎と戦うのですが、伝七郎は死亡します。恨んだ吉岡の弟子たちは兵術では武蔵に勝てないので暗殺を計画します。吉岡又七郎と洛外の下がり松で勝負をするということにして、密かに門下生数百人に弓矢などを持たせたのです。ウェイト武蔵出会え出会え、うわ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 さんだ逃げろ。武蔵はこの計画を事前に知っていたんですけれども、自分の弟子には力ないように言っただけではなく、なんと全て一人で打ち破り、これによって吉岡家は滅びます。これが有名な吉岡一門との戦いでした。この戦いについては武蔵の著書五輪の書だけではなく、宮本武蔵の養子宮本伊織が武蔵を弔うために1654年に建てられた碑文、小倉碑文にも記載があります。どんどん強くなる武蔵、武蔵を倒せる侍は現れるのか。続く第3話、佐々木小次郎との出会いと別れ。時は1612年、武蔵が29歳の時です。急いだ方がいいんちゃう、小次郎待ってるぞ多分。いいのいいの、のんびり行きましょうや。ん、武蔵の別の思考、まあそんなわけはないか。一方その頃の巌流島、それにしても遅いぞ、遅すぎる。彼の最後の戦い相手であり剣豪の佐々木小次郎である。14年前、越前の国に富田正元という剣術の達人がいました。正元は小太刀という短い剣を使った中条流という剣法で知られていました。ある日小次郎と名乗る子が弟子にやってきます。小次郎はとても熱心に修行し、16歳になると道場一の剣術家になりました。ただ師匠の制限には勝てません。悩んだ小次郎はふと物干し竿を見て思いつきます。師匠と同じ小太刀ではなく刀を長くすれば勝てるのではないか。想像以上に単純やな。こうして小次郎は長い刀を持つようになります。長い刀を早く振ることはとても難しかったんですが、日々練習を重ねてついに使いこなせるようになります。ある時小次郎は近くの滝で流れる水を見ているとツバメが飛んできて空へと舞い上がりました。飛ぶツバメはどんな剣の達人でも切れないというけれど、もしツバメを切ることができれば私は師匠を抜けるかもしれない。小次郎は毎日滝へ出かけてついにツバメを切り落とす技を編み出し師匠に勝利するのです。小次郎はこの長い剣を使う剣法を巌流、ツバメを切り落とした奥義をツバメ返しと名付けました。小次郎はただひたすら待たされていました。おうおうおう小次郎、早く用意をせんか。剣豪武蔵と小次郎が戦う。 It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of the rivalAnd there was no survivor, soaked his prey in the night. And I am watching you all with the eye of the tiger. 小次郎破れたり。そして小次郎の必殺技も炸裂します。ツバメ返し。渾身の一撃も武蔵にはギリギリのところで届きません。小次郎が体勢を整えようとしたその隙に武蔵は貝の木刀を打ち下ろすのです。隙あり。うおー、これが武蔵が一寸の違いで勝ちました。見事勝利を収めた武蔵でしたが、この後真剣勝負は一切行わなくなりました。武蔵の剣術は見切りといって、対戦相手と自分の力を比べ勝てる要素がないと試合をしないというもの。ただ試合を一切しないわけではなく、もし自分が不利ならばあらゆる方法で勝てる方法を見つけるという剣法です。そのため卑怯と言われることもありました。29歳の時の小次郎の戦い以降はこの剣法さえも全く使わなくなったのです。果たして小次郎と彼のツバメ返しの強烈なインパクトが影響しているのか、真相は謎に包まれたままです。このエピソードは細川藩の家老豊田清秀が1755年に武蔵の伝記を集めた武功伝にて書かれた巌流島の決闘が元になっています。ただこの決闘時代、小倉碑文に記載された巌流という剣豪との戦いをベースに創作されたと考えられてもいるのです。すなわち小次郎が実在したかどうかということすらもかなり疑わしいと言われています。とにもかくにも名実ともに認める最強の侍となった武蔵、
天下を取った武蔵はその後後世に何を残したのでしょうか。旅は続きます。第4章伝説へ。30歳を過ぎた武蔵はひたすら権利の研究鍛錬を重ねます。そして50歳の頃に二刀流を完成させたと言われています。極めるぞ、えいよ、うん。さらに57歳になった武蔵は肥後藩の藩主であった細川忠俊に招かれ、そこで二刀一流という兵法を兵法35箇条にまとめます。そして晩年武蔵が59歳になった頃から死の直前にかけて現在の熊本の岩戸山の霊岩堂にこもって五輪書を書き上げたと言われています。なかなか難しいの。仏教でいう宇宙を形作る5つの要素である地、水、火、風、空になぞらえて五感に分かれています。地の巻は兵法の道の基本や武士の在り方、リーダーの考え方、水の巻は剣術のテクニックや訓練の方法、火の巻は見切りに代表されるような戦いにおける彼なりの理想的な在り方、風の巻はこの流派の誤っているところについて独自の理論を展開し、空の巻は兵法を現実の世界でどう応用するかという兵法の奥義について書かれています。そしてこの五輪という言葉はオリンピックを表す際にも使われるようになりました。武蔵がここでこだわったのは敵を斬るという目的であり、手段にとらわれるなということです。テクニックよりも敵に勝つことに集中せよという武蔵の戦いの神髄が描かれています。勝つことこそが生き残るための唯一の方法であり、この世に生きる人間の役割であると時代を超えて私たちに語りかけているかのようです。 In the circle of life It's a wheel of fortune It's a whip of the waves It's a band of hope Till we find our place On the path of waiting The circle The circle of love ただ武蔵が自分で書いた書物は一切現存せず、五輪書自体も武蔵が書いたかどうかは未だに謎とされています。また武蔵は書道、水墨画、彫刻などにも才能があり、数多くの作品を残しています。実際五輪の書の中で書画などの一芸に詳しくなることも兵法を鍛える一つの手段であると言っているのです。あ、武蔵は極楽行くのかな。あれ、なんか戻ってきた。さて宮本武蔵の最後を見届け現実に戻ってきたタリアのジョーンズ、次はどの世界にタイムリープするのでしょうか。お楽しみに。